BAEC ハリアー BAEC は世界初の V トール攻撃機ハリアをベースにした V トール艦上機。開発国のイギリス、唯一の輸出国インドともに現在は全機退役している。世界初の実用 V トール攻撃機であったハリアは、航続距離や並走搭載量で通常型の実用機に劣る点が多かったものの、一定の評価を獲得しており、 イギリス海軍もハリアーの性能に興味を示していくことから、1969年に独自に関西機型の研究に着手した。また、奉還指導列車でも1971年からハリアー GR3 をベースに最小限の回収でイギリス海軍の戦闘、攻撃、偵察機要求に見合う機についての研究を始めていた。その研究の中で、 ハリアー GR-1 を実際に艦船に乗せての運用試験も行っており、このテストでハリアーは満足の育成果を収め、1972年11月には、イギリス海軍が艦シドレー社に正式に県契約を与え、マリタイムハリアーとして本格的に研究を進めることとなった。なお、マリタイムハリアーは開発契約が与えられると C ハリアーへ、 名称変更されている。当時イギリス海軍では正規空母の退役が決まっており、海軍の航空戦力を維持するか否かが問題であった。シーハリアーの調達は1973年から始まると見られていたが、イギリス政府の財政危機とそれに伴う政権交代があったため承認は遅れ、さらには計画自体がキャンセルされるとの見方が強まっていた。 議論を重ねた結果、1975年5月15日にシーハリアーを導入し、海軍航空戦力の維持が決定された。ただ、開発費を抑えるために試作機の開発は認められず、最初から量産機を生産することとされた。1977年には、フォーカー指導ー社がブリティッシュエアロスペース、BAE に統合されたため、 途中から量産を BAE が受け持つこととなった。c h a r i ー f r s 1初号機は1978年8月20日に初飛行し、1979年6月18日からイギリス海軍への引き渡しが開始され、まず第700アンペア飛行隊により集中試験が行われた。10月24日には空母、ハーミーズにより初の航海も実施された。 パイロットの転換訓練には空軍向けの複座型ハリアーが使われ、空軍からハリアー T4、4A を対応されたほか、海軍向けにハリアー T4N が新たに3機製造された。これらの訓練機にはレーダーが装備されていないため、レーダー操作訓練には C ハリアー FRS-1 と同じレーダーを装備したハンター T8M を使用した。イギリス海軍では、 シーハリアー運用のため、空母にスキージャンプ甲板を装備し、シーハリアーが回転式のエンジン排気口を使って短距離離陸、ストーを行う際に離陸滑走面を次第に上向きに、スコトで追加揚力を稼ぎ、ペイロードを増大させている。1980年代中期になると、シーハリアー FRS-1 の能力向上回収が求められるようになり、 1985年1月にイギリス国防省は BAE 社現バイシステムズに対して C ハリアーの能力向上回収計画を型するための作業契約を与えた。C ハリアー FA2 試作機は C ハリアー FRS1 から2機が改造されて開発され、 試作初号機が1988年9月19日、試作2号機が1989年3月8日に、それぞれ初飛行した。これに続いて29機の量産回収が発注され、1990年3月には、新造機10機、1994年にも新造機18機と、回収5機の契約が与えられた。 量産回収機のイギリス海軍への引き渡しは1993年4月2日から開始された。1994年8月24日には第899飛行隊で軽空母インビンシブルを使っての初の航海が実施され、8月29日にはボスニアでの監視活動に投入されている。ーハリアー FA にはインビンシブル、イラストリアス、 アークロイヤルの3空母へ配備され、1995年1月26日に、イラストリアスが最初の C ・ハリアー FA に完全配備を達成した。これに伴い、ハリアー T4N も C ・ハリアー FA2 のシステムに対応したハリアー T8 に改造されている。なお、C ・ハリアー FA2 には開発当初、FRS2 の片目が与えられたが、 1994年5月に偵察任務から外されたことで、会 A2 となり、会 A-18 と同じというクレームが来たことで、FA2 と再び変更されている。インド海軍では1978年12月に、空母、ビクラント及びビラートの艦上機として採用、決定、1983年から23機のシンハリア FRS。 51が調達された。後に、インド海軍は、保有する、C、シーハリアー FRS-51 の近代化回収を2000年代から実施しており、レーダーを、イスラエル製の L-M-2032 に換装。これにより、ラファエル社のダービー空対空ミサイルが、携行可能となった。リラートが退役する2012年頃まで運用を、続けると見られていたが、 東艦の退役先の場所により退役は2016年5月となった。なお、インド海軍では戦力維持のため、イギリス海軍から退役した8機のシーハリア FA に調達を希望したが実現しなかった。1999年、イギリス国防省はジョイントホース2000計画を発表、空軍、海軍航空部隊の統合運用を開始した。 C ハリアーもハリアー統合軍に統合され、空軍霊下の所属となったが、2002年2月に C ハリアーの早期退役が決定され、後継機の海 -35B ライトニング E、統合打撃戦闘機導入を待つことなく、2006年3月までに C ハリアー FA には前期が退役した。海 -35B ライトニング E 配備までのつなぎとして、イギリス海軍は、 イギリス空軍のハリアー GR-79 を必要に応じて運用し、第800飛行隊と第801飛行隊が、その運用任務を増やれていたが、それも2011年に退役した。海上自衛隊では、56中行、1983年から1985年に盛り込まれる予定だった。満載排水量2万トンの洋上防空用空母、CVV、または、 DDV に搭載する溶撃機、高速哨戒機として導入が計画されていたが、ソ連のつマイナス 22M バックファイア中距離爆撃機に対して能力上対応できないという理由により計画は、頓挫した、元統合爆料長、佐久間はじめの後年の証言による。1978年にイギリス産業界への支援と香港の将来も含めた、 対中関係の状況改善を目的に売却を計画していたが、1970年代当時の中国の財政状況では高価だったため導入を見送った。c h a r i ー f r s 1は1982年に勃発したフォークランド紛争で初の実戦を経験した。当時出撃できる空母はインビンシブルとハーミーズのみだったため、 イギリス海軍は急遽予備機を集めて、第809飛行隊を編成し、両空母に合流させたものの、それでも8機の追加がやっとだった。このように少数での運用を余儀なくされたにもかかわらず、整備が容易かつ枠転向でも運用可能だったことから、稼働率は非常に高かった。戦いが始まると、ソラ対空戦闘では23機を撃墜、悲撃墜は0機と、 アルゼンチン空軍を圧倒し、国死病と呼ばれて恐れられた。しかし、空対地攻撃では、地対空ミサイルと対空砲火で一機ずつ、撃墜さ、戦闘外の事故でも、空中衝突で2機、空母発艦時に2機を失っている。当事者双方が大きな制約のもとに戦ったため、この戦績をどう評価するかはやや難しい問題である。イギリス軍は、 アルゼンチン海軍の保有するシュペルエタンダールとエグゾセ対艦ミサイルの組み合わせによる対艦攻撃の脅威に対し有効な早期警戒の手段を持たなかったため空母を後方に下げ元から燃料消費の激しいシーハリアーに長時間の対空紹介をさせなければならずシーハリアーが実際に空戦に臨む際には燃料の残量に大きな制約を抱えざるを得なかった アルゼンチン軍もまた、アルゼンチン本土から長距離出撃せねばならないことから、対空時間に制約を抱え上に、バルカン爆撃機による本土爆撃を恐れて、主力戦闘機ミラージュ e を温存していたため、A-4 スカイホークやダガーといった攻撃機は、護衛なしでの攻撃を余儀なくされた。また、有効な対艦攻撃兵器であるエグゾセを5発しか保有していなかったため、大半は、 無誘導爆弾で攻撃せざるを得ず、最大速度 M2 のダガーであっても超音速の出せない低空からイギリス艦隊へ肉迫攻撃を強いられ、これがさらに積極的空戦の機会を奪った。後半の戦いでは C ハリアーに襲われると反撃せず、逃走一方だったとされ、後に加わったミラージュ E も C ハリアーを引きつけ、役割に徹し、 積極的空戦は行わなかったと伝えられている。イギリス海軍が導入したばかりだった、新型ソラー対空ミサイル AIM-9、L サイドワインダー、航空機の正面からでも攻撃できるの性能によるものとする評価もあるが、機体の能力とパイロットの技量もまた、正当にこの勝利に寄与したとするのがまず妥当な評価だと考えて良いだろう。事実、 第809飛行隊に集められた新参パイロットは、フランスが提供したミラージュ E との模擬空中戦を行ったが著しい成果を出せず海軍指導部を心配させたという。海戦前、空戦時にエンジンノズルの向きを変える、全身飛行中の推力変更、ベドリングインフォワードフライト、ビフは、通常の戦闘機ではありえない軌道が可能であり、攻撃回避に、 大きなアドバンテージになると言われていた。一方で、このような強引な軌道は、機体やパイロットに無理な負荷をかける、速度が急激に低下することになり、変更軌道後の戦闘で著しく、利になる、などのデメリットもあり、一時的な効果しかなかったとも、言われている。フォークランド紛争以前、訓練の時点で、デメリットの大きさが知られていたこと、空中戦で、ハリアー、 C ハリアーが追われる立場に立たなかったこと、地体空ミサイルの回避には適切でないことなどから、紛争においてこの軌道は行われなかったと言われる。これについては S-27 にも記述があるので参照されたい。これらの戦訓から、機体性能の限界も明らかになり、C ハリアー FA-2 の開発に生かされることとなった。C ハリアー FA-2 は、 デリバリットフォース作戦や、アライドフォース作戦などで、ナト o 軍に加わって、実戦参加しているが、目立った戦果は上げていない。ハリアーからの改造点が必要最小限に、抑えられており、ブルーフォックスレーダーの搭載、新設計の機種とコックピット位置の変更、前足へのタイダウン運楽の取り付け、操縦席の空調システムの更新、新型エジェクターラック付き回収型パイロンの装備、 エンジンの総ジェネレーター対応化、油圧システムの変更、電気システムの完全再設計化、独立型緊急ブレーキの装備、簡易型自動操縦装置の装備、横操縦用リアクション操縦バルブの出力増加、水平尾翼の大型化などとなっている。C ハリアー FRS-1 の機種に搭載するブルーフォックスレーダーは、フェランティ社が開発した下機完成レーダーで、創作。 攻撃、ボアサイト、トランスポンダーの4モードを持つ。また、電子妨害やクラッターの影響を排除できる、要、周波数臨床機能も持たされている。このブルーフォックスレーダーによる情報は、ハド、並走照準コンピュータ、WAC を介して処理され、パイロットに表示される。このレーダー搭載によって機種部の形状は大きく、変更され、合わせて、操縦席周りも、 完全に設計が変更された。インビンシブル級航空母艦、軽空母のエレベーターに収めるために、機種のレドームが折りたためるようになっている。コックピットの床面は、これまでのハリヤーよりも25.4センチメートル高められ、風防も水滴型にされた。これにより、エアインテーク越しの後方視界が著しく改善され、着艦操縦も容易に行えるようになった。加えて、 床下にスペースが生まれたため、追加の電子機器をそこに収めることができる。搭載するエンジンは、ロールスロイス製ペガサス MK-104 で、会場での運用を考慮して腐食しにくい材質が使用されている。並走面では、サイドワインダー空対空ミサイルや空対艦ミサイルの運用能力が追加された。ただし、後者は、ブルーフォックスレーダーが発射に対応していないため、 ニムロットなど他の航空機の支援がなければ使用できない。また、インド海軍のシーハリアー FRS-51 はサイドワインダーの代わりにマジックを携行する。能力向上回収を受けたシーハリアー FA-2 では機種のレーダーを全転向でルックダウンシュートダウン機能を有するブルービクセンレーダーへ換装している。ブルービクセンレーダーは新世代のパルスドップラーレーダーで 追跡しながらの創作、トラックホワイルスキャン、TWS、多目標同時処理能力、並走発射距離の延長、地上目標補足能力の強化、第 ECM、イクセム機能改善などが盛り込まれている。ただ、アンテナ直径やレーダー全体が大きくなっているため、機種形状が膨らみを持った形に変更され、バランスを取るために、 主翼公演直後で胴体が三十五センチメートル延長された。コックピットの軽器類も一新され、新たに多モードのハドが装備されている。戦闘時の並走システムの操作装置はアップフロントコントロールにまとめて配置され、ホータス概念も導入されている。エンジンはハリアー E で採用されたペガサス m k 百五の派生型ペガサス m k 百六に乾燥されたが、 水力そのものは変わっていない。兵装類は、C-HARIA-FRS-1 と変わらないが、新たに AIM-120 アンロム、空対空ミサイルの傾向能力が付与され、c イーグルの単独運用能力も得た。このほ NATO 軍との相互運用性を確保するために、統合戦術情報伝達システム、ジャキズの装備、使い捨て型アクティブレーダーデコイの装備も後に、追加されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。